まあまあ、せっかく作ったのに誰も遊んでくれないってのは結構悲しいものですよ。ひしごみくん、君って本当はいい人だったんだね。ごめんね、今まで正論で殴る DV 男とか思ってて。そんなこと思ってたんですか。でも殴りやすいボディしてるのが悪いんですよ。知っとった？タコって焦げあんして死むっとよかばい。簡単やろ。あら、これもダメやった。ほらこれ、え、ちょうどさばきよったとよ。もう慣れたろ。あ、まだ無理か。チョコチップバニラクリームバナナナッツチョコラウト、アイスダブルトールダブル。なんか呪文唱えてるし、やっぱりオサピーの巣だ。ここってもしかして、見て、あそこ、いやー、ここってやっぱり下。ひまちゃん、止まったマスのカードをめくってください。交通事故イベントですね。もう一度サイコロを振って1が出ると。1が出ました。はい、石神くん死にました。死ぬとどうなるんですか。何もかもおしまいです。最下位でリタイアです。なるほど。皆さん気をつけてください。これ相当のクソゲーですよ。気づくの遅いぞ。石神くんの運が悪いだけですから。なんだよ、しけてんな。確かお前雪平相馬だっけ。十傑第一席の。そうっすけど。改めてよろしくな。講師の鈴木だ。うん、どうも。なかなか男前じゃないか。いい目をしてる。は？うん？うん？泣きません。だって男の人だったらこういう時泣けませんもんね。どうしました、レオさん。いや、ただ涙をこらえているだけなので気にしないでください。またこの宝石は赤くも青くもなる珍しい特性があり、あなたは天使にも時には悪魔にもなるでしょう。プライドを捨て素直になれば幸せが訪れます。プライドが高いですって。時には悪魔。何か後ろに振りかぶって、ういっ、うん、うん、うん、猫さん、なんや、危なかけん、フック外しとけ。いいなー、ごめん。おう、会った時からずっと我慢してたんだ。やっと二人きりになれた。ちょっと私いろいろ覚えてないし、なんかよくわかんないけど、そういうのはなんていうか順序があるような。ほら、いや、見て、これを見て、見て、すごいでしょ。ほら、心配するな。そのために募った仲間じゃろが。そうだね。こんなところね。今日も元気だな。いやー、僕も3月3日ですよ。なんてことするんですか、ボケどうせ。なんで怒るんですか。だって祝ってもらうとき絶対同時開催になるじゃないですか。石神くんと一緒だったら所詮占いなんて思わせぶりなことを言って受け手が都合よく解釈するバーナム効果でしかありません。おいしい。私このような食べ物初めて食しました。とても甘くて、それにこのイチゴのような
レオさんは私を女じゃなく一人の弟子として厳しくしてくれる。私は優しくしてほしいんじゃないんです、厳しくしてほしいんです。その方がやりがいあるし、何か達成するたびに自分が成長する気がしてそれがいいんですただ涼んでただけで、ゆきひらくんこそ。ああ、いや、俺はまあ、なんだっけ。何それ。お前って笑ってた方が別品だな。何を。いや、だって、お前いつもプリプリ怒ってるイメージしかなかったからよ。それは主に君のせいです。で、そうだ、写真撮らせてくれよ。いいだろう、 CD ジャケットになるからさ、アマチュアだけど。え、ここでいいの。ああ、そこに立ってて、適当な感じで。いい加減だな。じゃあ月並みだけど。でもお父さんが一番嬉しいのは、一番嬉しいのは、姫が元気に大きく育つことかな。元気に大きく。ヤクルト取っていいかな。そしたらお父さんの分のジュアも一緒に頼む。イタチの人。イタチじゃない、リンク。そうなの。あんな安い毛皮のやつらと一緒にしないで。あ、あなたイタチの。ミンク。イタチじゃなくてミンクのマリー。ちょっとタヌキちゃん。あ、イタチの。ミンクだっつうの。あら、タヌキちゃん、こんなところでまた会った。あ、ミンク。イタチじゃなくてミンクのマリー。まだ何も言ってないよ。